デリフトが川崎のプレスに苦戦したと言ってました。この問題話しますか。昨日川崎バイエルン、まあ見た人はわかると思うけど、僕はもうめっちゃありがたいことに、ここから見れるちょうどね、ちょうど競り上がったこの辺の、一番選手の動きも、この肉体的な凄さも、布陣も全部見れる。で、ここに、トゥヘルとお兄さん立ってて、iPhone のズーム使ったら二人の表情も、とか、何話してんのかなみたいな、様子見れるみたいな、最高の席だったんですよ。で、その時に、まあ、バイエルンが、中盤、あれどっちだったかな ?4231 からこう、ボランチがこう、中盤捕まえてみたいな形で、で、ビルドアップの時は、この、右のトップ下が、ずれて、左のウィングが入ってきて、サイドバックここ行ってみたいな、こういう形なんだけど、この時にさ、この3の作り方が、右サイドバックのマズラウイがめっちゃ高い位置取るの。だから、ここでしか回せないみたいな。で、ここに回すときはもうマズラウイが、なんかほんとワンタッチうまくいくとか、ここのね、ほんとカンセロみたいな、立ち位置悪いけどめっちゃうまいみたいな選手なんですね。で、まあ、アイックスの頃からそうなんだけど、アイックスの頃はもっと高い位置でこの辺取ってたし。そう、だから、迂回経路作れてなくて、無理やり攻めるけど、この、そこの技術高かったり、サイドチェンジから、サネとか、間パス無理やりつけてちょこちょこってやるみたいな。でもやっぱキム・ミンジェは初戦だし引っかかるみたいな感じで。で、それ見ながら、あれ、これってわざとやってんのかな、トゥエルがわざとやるとしたら何なんだろうなとか思いながら見てたんですよ。で、後半になってここが、スタニッチになったの。で、ちゃんと下がるようになったのよ。で、デリフトが後半出てきて、確か、デリフト・ウパメカノだったんですよ。で、その迂回経路ちゃんとできるようになって。で、その後半出てきたデリフトが、前半は川崎のプレス強くて、みたいに言ったけど、川崎正直全然プレス強くなくて、小林優だけ追ってて、後ろ連動してないとか、同サイド圧縮してないから変えられるってバンバンあったから。で、デリフトって多分、世間的にはすごいスマートなセンターバックっていうか、なんかこう、肉体派のバイエルンの中で知性派みたいな感じだけど、僕はデリフト結構半々ぐらいの選手のイメージで、やっぱりね、選手の感覚ってそうなのよ。上から見てて気づくことって、ピッチ上だといつも言うけど、この視点だから気づかないのね。そう、だからデリフト視点で言うと、このね、デリフトがここでボール持ってるとして、デリフト視点で言うと、こうなるじゃん。そう。この時にこいつが高すぎると気づかないんだよね。なんか出しにくいな、みたいな。気づかないっていうか、そこに原因があると思えない。で、トゥエルもこっち側だから気づいてない可能性もある。インタビュー見て、デリフトでもそうなっちゃうし、実際はそこじゃないけど、そういうふうに考えるよな、みたいな。だからやっぱり監督の存在とか、分析家の存在とか、そういうね、チームとして戦い方定めることによって、まあ全然違うなっていう、思いましたね。大宝石どうだったかな？でもあれ、佐々木朝日が昔、代表杯なんかの時に佐々木朝日に注目したことがあって、その時よりもかなりごつくなってて、佐々木朝日と高井、左の先場とサイドバックが、もう全然バイエルンに肉体負けてないっていうか、なんかこう上から見て、あ、はい、すごい回しにくい配置になってる。だから川崎ずっとプレスハマるし、川崎もずっと外回りのプレスでハマって続けてるじゃん。で、本当にサッカーってこうフィジカルとメンタルのスポーツで、戦術って最後につけるもんだなって思いながら見てましたね。あとはゴレツカが、なんでライマーより序列低いか、ちょっと僕にはあれ見る感じわかんないですね。ライマーの方が前に捕まえに行けるからかな、みたいなね。あとね、あれが嬉しかった。左サイドバックのさ、クラツヒだっけ？バイエルンの。クラツヒって選手が、もう逆サイドからクロス上がってくる時の体の向きの作り方とか、裏ケアの時にどっちに体向き作ればいいかわかんないみたいな。で、アルフォンソ・デイビスだからできるみたいな、アルフォンソ・デイビスだからここやってここやってずっとできるけど、普通の選手これきついのよ。これもうロベカルが植え付けた嘘の文化だから、ロベカルだからこれいけるだけで、左肩上がり、右肩上がりで中盤入んないでそのままウィングバックになってここで仕掛けるなんて普通無理だから。で、それをクラツヒそのままやらされてて、で、ずっと見てて、これクラツヒ絶対ジンチェンコだなと思って。なんかこう、瞬間的にちょっと上手いところとかあったりとか、堂々とはしてるから、でもヘロヘロになってたからさ、これ絶対、多分だけど俺知らないってことは若手の選手、で、今ヘロヘロでちょっと上手い。これ、普段セカンドチームで、B チームで、中盤やってるキャプテンとか期待されてる選手が日本ツアー帯同してサイドバック若手で無理やりやらされてるパターンだなみたいな。で、別にクラツヒのために戦術とか変えないからアルフォンソ・デイビスやってこいって言われてヘロヘロになってるパターンだって思って。で、Yahoo とか Google で調べてもウィキペディアとか出てこないから無理かと思って。
ツイッターでも調べてみたら、クラツイ普段中盤でみたいな書いてる人いっぱいいたから、そう、おっしゃ当たったみたいな。だからクラツイがすげえしんどそうだったね。あとはなんか、イブラヒモビッチ、そのバエルのイブラヒモビッチが外しまくってて、で、先に出たテルも、多分ジェズス型の選手で、サイドからクロス上がってくるときに入り方うまいんだけど、サイドのコンビネーションに参加しようともするから、中にいないときもあるみたいな。だから中で待つターゲット的な選手いた方が絶対バエルいいじゃん。クロス上げれる選手がサイドで強い選手多いからさ。そういうのでやっぱ今日もケインの噂とか出てて、うん、やっぱストライカー欲しいよなって思いましたね、見てて。You